が濃いな。どうも。見えてますか？土曜日の夜ですね。皆様楽しく過ごしていらっしゃいますでしょうか。卵が値上がりしましたね。めちゃくちゃ卵がさっきっていうか昨日か、昨日スーパーに卵を買いに行ったらめちゃくちゃ卵が高くてびっくりしちゃいましたけれども、皆さんお元気でしょうか。北原理恵です。ありがとうございます。土曜日の夜に時間を作っていただいて皆様嬉しいです。またこっちでコメントを拾いながらたくさんおしゃべりしていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、あ、やすくんありがとう、ハートあげます。どうですかね皆さん。今日は髪すいません、ボッサボサで、なんか最近本当に今髪の毛一番悩んでますね。なんか最近湿気が、雨が続いているから湿気がすごくて、この辺のパヤパヤが本当にすごいことになってるんですよ。なんでちょっと今は髪に悩んでいる北原さんなんですけれども、多めに見てもらって、今日はこのハートあげます。お願いいたします。イエーイ。さあ皆さん、今日はタイトルにもあったように、もう嬉しいお知らせが今週ございましたね。ついに念願のファンミーティング開催決定しました。イエーイ。はい、しかもただのファンミーティングじゃございません。デビュー15周年を記念してリノリエ合同ファンミーティングです。やったー、嬉しいですね。ありがとうございます。ついにもう皆様本当にお待たせしました。リアルで会えるイベントっていうのが本当に長いことできてなかったので、ついに開催できる喜びと、しかもそれが一人だけじゃなくリノちゃんと二人でできるっていう、もう嬉しい、ありがとうございます。そしてこれいつも私名前どっちって聞いてる気がする、毎回覚えなくてごめんなさい。清田さん、清田さん、新潟から見てくださってありがとうございます。ハートあげます。はい、そうですよ、ついに合同ファンミです。しかもこれを開催しようとなったきっかけは、本当にこういう YouTube の生配信で、あ、セータさん、すいません、セータさんありがとうございます。あ、佐々木義蔵さんもありがとうございます。そう、これは本当にここの YouTube の生配信でファンの方にデビュー15周年だよ今年って教えてもらって、え、今年15周年なんてなって気づいて、これはちょっと何か、そんな記念すべきアニバーサリーや何かやりたいなというふうに思って、りのちゃんに私から連絡させてもらいました。はい、なんで今回この合同ファンミーティングはまだ受付とか、なんだ、なんていうんですか、抽選とか募集なんていうのは始まってないと思うんですけど、私のオフィシャルサイトかりのちゃんのファンクラブに入っている方は誰でも応募できるので、ぜひ遊びに来てください、お願いします。いや本当にそうですね、人生の半分一緒にいることになりましたね、地方組とか同期のみんなとは。約今年32なので、結構いろんなとこでも言ってるんですけど、東京の方が長くなったんですよ。長くなるというか、なったというかびっくりですよね。なんでね、いつも思うんですけど、ほんと全然愛知の方が詳しくなかったりとかするので、
お、翔子さん、妙い翔子さん、これ何のあれなんだろう、何の通貨なんだろう。ありがとうございます。旗あげます。そうなんですよね、すごいですよね。そうだから愛知県の方が全然詳しくなかったりするから、ちょっと全然愛知に行った時に何の力にもなれない北原さんなんですけれども、もう今東京の方が今年で長くなるということで、はい、早いもの、本当早いですね、人生、時間が経つのは本当に早いです。なんですけれども、私にとっては本当にファンミーティングっていうもの自体が初めてなので、すごい楽しみにしております。会いに来てね、やっと会えますね。何これ振る。松下さんありがとうございます。旗あげます。嬉しい。ファンミーティング。ファンミーティングって行ったことないし、やったこともないので、何をするもんなのか全然分かってないんですけど、何をするもんなんですかね。何するんだろう。なんで、あ、でも配信もあるので、もしお仕事で行けないっていう方とかはぜひ配信で楽しんでもらえたらなと思うんですけれども、はい、何するかな。皆さんファンミーティングって行ったことありますか。なんかファンミーティングって分かんないけど、アーティストの方だとライブになるじゃないですか。だからなんかこう役者さんっていうか、私の周り のお姉さま方は結構その韓国人の俳優さんのファンミーティングとかに行ってるイメージがあって、だからなんかファンミーティングって言ったらそんな感じの印象。あ、みんなないんだ。ないんだね。じゃあいっか。全員初心者ということで。ファンミーティング初心者同士、ちょっと楽しく探り探りやっていきましょう。はい。ある人もいるんだね。あ、佐藤岡田さんありがとうございます。またあげます。みんな誰のファンミーティングに行ってるんですか、知りたい。差し支えなければ教えてください。で、何をしていたか教えてください。何してました、皆さんが行ったファンミーティングでは。皆様の推しはなんかこれをやっててすごい良かったみたいなアイデアがあったらぜひ教えてください。それを参考にりのちゃんと話してみたいと思います。トーク、男性アイドルはゲームやってた。ゲーム、どんなゲームなんだろう。はっていうゲームとか。ボードゲーム系ですか。何やるの、みんな気になっちゃうな。へー、みんなりのちゃんのファンミーティングは結構行ったことがあるみたいな感じなんですね。長谷川さんとただ喋ってるだけ。それでもさ、めちゃくちゃさ楽しいだろうね。だってプロとプロだもん。プロとプロの会話だもんね。絶対楽しいね。寸劇？コント？へえ。7人組は格付けみたいなやつやってた。7人組の推しが誰か気になるんですけど。7人誰だろう。まあ、じゃあちょっとみんなの意見を参考にして
リノちゃんと打ち合わせしようって話してるので、ちょっとリノちゃんと話しながら内容を決めていきたいなと思います。楽しみにしててください。どうですかね、土曜の生配信平日よりありがたい説あります？どうですか皆さん。で助かる、ありがとうございます、うん、土曜日でよかった、じゃあよかった。確かにいつもよりも人も来てくれているような気がする。でもなんか今度ずっと言ってる料理する生配信もどっかでやりたいなって思ってて、やっぱそれやるんだったらなんかスタッフさんと話して日曜の昼がいいんじゃないかっていう風に言われました。なんで今度日曜の昼にカレーを作る生配信とかでもやりたいなと思うけど、キッチン生配信で映して大丈夫なのかっていう今そんなに片付いてないから心配はありますけれども、うん。タイがタイ、うーん、タイタイタイはバーツ。ありがとう、I am your fan from Thailand, love you, 北原さんだって嬉しい。コープンカー、コープンカーすりますね、ありがとうございます。料理配信楽しみにしててください。タイだってバーツか、いいですね、タイ行きたいです、本当にめっちゃ行きたいよ。海外行きたい、最近すっごい海外行きたい欲がすごくてですね、めっちゃ海外行きたいです、最近、はあ、行きたいな。もうとりあえずまず最初は普通に、ハワイか韓国に行きたいなと思ってて、その後はそれこそタイとモルディブかオーストラリアかウィーンに行きたいんですよいっぱいある、行きたい。なんか最近旅行に行きたいなってすごい思ってて、なんかなんでかって言ったら、最近読んでる本がちょっとここで誰にも頼まれてないけど宣伝するんですけど、この自由が旅っていう宇賀なつみ、宇賀なっちゃんの本を最近読んでてこれを読んでたらすごいやっぱり旅行ってめちゃくちゃいいんだなって思う。いいっていうか、やっぱ旅することで心が潤って、それで人生が潤って表現も増えるし、なんて言うんですか、あ、ま、なっちゃんの場合はアナウンサーさんだから、こう何かをリポートするときに、なんかやっぱりこう豊富な言葉が出てくるみたいなのを読んで、確かに本当に人生ってたくさんのことを経験した方が絶対になんかそれが自分のためになるなっていうふうにすごい思って、旅に出たいなってめっちゃ思ってるんです今。はい、って感じです。今日やばい、前髪変だね、すいませんね、ちょっと前髪今ね、前髪ね、久しぶりに今度重めに作ろうって思っているんです。ちょっとしばらくまた4月から新しく、かっこいい言い方しますよ、新しく作品に入るのでそれはちゃんとなんかこう普通の前髪でしっかりといって、それの撮影が終わったらちょっと前髪をウンチェとかルセラフィムのウンチェとかニュージーンズのハニみたいに重めパッツンにしようって思ってます。久しぶりに、ずっとなんか薄い前髪があったから重めパッツンで、しかもなんなら姫カットにしようかなって今悩んでます。あ、パチジャンさんありがとうございます、ハートあげます。ミオシンさんありがとうございます、ありがとうございます、ハートあげます。配信楽しみにしててください、ファン見てないから配信楽しみにしてます、楽しみにしてください。はい、なんで、まあ、4月の方も4月の作品も楽しみにしててください。姫カット似合うと思います？
今流行ってるって見てちょっとやろうかなって思っているんだけど、でも私顔が丸いからな。あ、笹メイクさんありがとうございます。ハートあげます。似合いますかね私、おもめパッツン&姫カット。自分の中では、あの自分の中ではですよ、もうトワイスのモモみたいになる予定なんですけれども、あ、もう本当理想すぎて、それはね、あの空想上すぎて、ちゃんとモモになるかどうかは心配なんですけれども、トワイスのモモになる予定です。パッツン姫カットにして、みんな似合うと思うよって言ってくれてる、ありがとう、嬉しい。モモになる、絶対モモになるって言ってくれてる人がいる、ありがとう。モモになります、やった。金崎さんありがとうございます。ハートあげます。しかもまたバーツじゃないですか、これは THB だから。え、コプンか、今日めちゃくちゃバーツじゃないですか、嬉しい。タイだ、タイタイ、コプンか。あ、佐藤さんありがとうございます。リノリエファンミ開催嬉しいです、楽しみでした、ありがとう、楽しみだね。タイ視聴率高い、確かにタイ視聴率高いのかな、嬉しいんだけど、グローバルですね。確かに、だって私の生配信ってそんなめちゃくちゃ大人数が見てるわけじゃないから、その中に海外の方がいるのは嬉しいですね。グローバルですね。もう今自分に都合のいいコメントだけ拾いますけど、やっぱモモと見分けがつかなくなるだったりとか、やっぱモモに似てるっていうコメントが来てますから、モモになるかもしれない。でも今日はね、確かに結構ちょっとかなり韓国寄りのメイクをしてるから、あれかも、見てください。あ、ちょっとここにね、出来物ができちゃってんだけど、こんな感じでちょっとなんか白ピンク系の今日はメイクなんですよ。春メイクを今動画にしたいなって思って研究していまして、結構だからももとか、そうですね、あのウォニョンちゃんとかのを意識した感じのメイクにしている、こんな感じで。前髪が変だね、はい、そんな感じです。はあ、ちょっとね、お、300人いった、嬉しい、久しぶりにその数字を見れた。やっぱ土日いいですね。でも今日は本当にあのどちらかと言ったら、あ、金崎さん、タイの方から来ました。はい、リエさん、アミアタイファンクラブ、ん、タイファンクラブ、ハブアナイスディー、Thank you、 コプンカうれぴー、タイにも私のことを好きな人がいるって思ったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、嬉しいな。そうだから最近本当にあの近藤あやちゃんでテラサウスで一緒だったあやちゃんのインスタよく見てるんですけど、あやちゃんが今、まあ、今なのかちょっと分かんないんですけれども、セブ島に留学というか学校に、まあでもだから留学ですよね、語学とか覚えるために学校に行ってて、で私あやちゃん同い年なんですよ、だから多分30とか31なんですけれども、あ、もうその年でもまだ学校に、でしかもあやちゃんも結婚してしたので、結婚してるので、こう誰かと結婚しても、まあ、すごく旦那さんの理解があるっていうのももちろん大きいんですけれども、こうこの年になってもまだなんか留学とか学校に行くっていうのこともあるんだなと思って、まあ、しかも多分フィリピンとか、まあ、海外行ったらね、私たち日本人ってすごい子供に見えるだろうから、なんかすごいそれいいなって思って、なんか最近なんなら留学したいまである初めての感情です。でもそれ私今まで冒険とか全然でした
いって思わないタイプだったんですけれども、最近なんかやっぱり留学とかしてみたかったなって思って、ていうかもう何の気なしにちょっと膝立てててめっちゃパジャマだった、すいません。そうだからそれすごいいいなって思って、しかもセブ島って結構その比較的安く英語を学ぶために留学ができるイメージがあって、で私妄想実写化計画っていうフォトエッセイ、なんていうんですかね、あれ写真集みたいなの出してるんですけど、それの撮影がセブ島だったんですよ。であやちゃんがストーリーに載せてた風景見た時に、あこれここだって思って、私も行ったところで写真撮ったところだったから、あここ行ってんだって思って、いやセブ島良かったな、また行きたいなってめっちゃ思いました。行きたい。あまたありがとうございます、金崎さん、バーツハートあげます、ありがとう。うんうん。留学素敵だけど日本からりえちゃんがいなくなるの寂しい。確かにいなく、でも多分もう可能性あるとしたら本当にあやちゃんみたいに短期留学っていうか、多分1ヶ月くらいしか行かない、仕事もあるし結婚もしたから1ヶ月くらいしか行けないと思うんですけど、行ったとしてもでも行ってみたい、1ヶ月くらいなんか留学したいな。でも今私どっちかって言ったら英語よりも中国語とか韓国語の方が語学としてはなんか興味があるから、それそっち行きたいけど、でもなんかやっぱ留学するとなったら英語圏の国に行って明るい生活を送りたいっていう気持ちがあるんですね。あのなんか英語喋るお友達欲しいみたいな。インドネシア語、インドネシア語もいいですよね。インドネシア語もね、テレマカシーですね、スラマッパリーですね。クスカね、クスカ食べたいわ。インドネシアといえばなんかこの前私の推しのストレイキッズしきずのあの YouTube 動画見てたんですね、メイキングみたいな、ビハインドっていう、それでスキズがインドネシアに行っててライブで、それの裏側みたいなのを見たんですけれども、ヒョンジンがクスカ食べてて、クスカってめっちゃ叫びました。もうクスカ大好き、お菓子界で世界で一番好きかもしれない。だからそのクスカも、スキズもクスカ食べるんだって思ってすごい嬉しくて叫んだ、思わず。クスカ食べたい、ハルゴン送って。いつもハルゴンが日本に帰ってくるたびに、ハルゴンって JKT に移籍した先輩なんですけど、ハルゴンがジャカルタから帰ってくるたびにメンバーはみんなクスカを求めて、クスカ買ってきてみたいな感じでめっちゃ言ってました。だからクスカはすごい私たちにとってね、めちゃくちゃ思い出のお菓子なんですよね。感じです。今日は本当になんか、まあ前回もそうだったけど、みのりえファンミーティングが開催しますよってことを皆さんに生の声で伝えたかったんで、今日は本当にそれしか考えてきてないんですけど、だからもう話すことなくなっちゃいました。前回の生配信からそんなに日も経ってないから。でも最近本当に生配信楽しくてすごい好きだからめっちゃやってます。なのにみんな見てくれてありがとう。しかも何が嬉しいって、みんながすごいコメントしてくれるから超楽しい。
喋ってる気分で。ちなみに9点購入品、生配信インスタライブでやろうって思ってるんだけど、まだ最後の1個が届かないんで、それが届いたらインスタライブ久しぶりにやろうかな。インスタライブ今やったら何人くらい見てくれるんだろうな。なんでインスタライブも楽しみに待っててください。多分次こうやって生配信系でお会いするのはインスタライブな気がする。みんな、そう、あのね、結構私9点の目代わりかなりフルで頼んでるんで、なんかあれって4日間3回開催で計12日やってるんですけれども、見つかった後にサンキューサプライズクーポンみたいな感じでなんかもう1個来るんです、 20% オフが。でまんまと使っちゃうから、結構フルフルで買って14点くらい買ったのかな。だからまだね、届いてないのがあと1つだけあって、最後に頼んだやつがまだ届いてないので、それが届いたら紹介したいなって思います。イエーイ。私さっき、あ、しょうこさん、またバーツありがとうございます。コープンカー、バーツコープンカーです。ハートです。はい、そんな感じです。ちなみに私さっきまでガンニバルを見てたってか見てるんですけど、怖いね、ガンニバル。ガンニバル怖いのよ、一人で見てると。あ、大宮さんありがとうございます、またあげます。そうそうそう、ガンニバル結構一人で夜見るとね、なんか怖いです。面白いんだけどね、めちゃくちゃ面白いんだけど怖くて。うん、そうだからガンニバル見てたよっていう話なんですけど、どこまで見たかな、さっきまで6話7話くらいかな、8話くらい、山下亮ちゃんが出てきて、山下亮ちゃんでも今バイジャクさんめっちゃ怖いみたいな時です。バイジャクさん怖すぎっていう感じですかね今はね。あれね、面白いね、そんな感じ。私夜ご飯は餃子食べました。TMI めっちゃ TMI です。餃子とチャーハン食べました夜ご飯は。そんな感じです。なんでなんか皆さんなんかお話ししたいことあったら言ってください。コメント質問返ししようかな、質問返しっていうかなんか要望があっても言ってください。ファンミでやってほしいこととかの要望があったら言ってください。あとは普通になんかこの話してみたいなことがあったら言ってください。あ、コナンもうすぐ公開ですね、楽しみ。黒金のサブマリンめちゃくちゃ楽しみです。コナンカフェも行きたいなと思ってます。コナン早く見たいな。でもコナンはいつもね、仲良し後輩と見に行っているので、その子と今年も見に行こうかなと思ってます。だからちょっと見るのが多分遅くなっちゃうと思う。公開直後に行きたいんですけど、多分
向こうもね、向こうが東京に来てくれるタイミングで行くんで、ちょっと感想は遅くなります。あ、金崎さんありがとうございます。 You are my 神推し、ありがとう嬉しい、神推しなんだ、そんなこと言ってもらえてめっちゃ嬉しいな。いや、神推し、いい言葉、日本語だね、神推し。ずっと推しでいてもらえるようにずっと可愛くいます、頑張ります、髪もきれいにしますあれ、あ、もう情報解禁してるんですか、そうなんだね、楽しみだな。今日足が濃いなんでだろう。あ、ゾルタンさんじゃないですか。 Thank you Looking forward to リノリエファンミーティング、大好き、 Me too、 私も大好き、楽しみだね。なんか今日のスパチャはすごくグローバルですごい嬉しいな。金崎さん、 You are my inspiration for 17 years old me。 え、17の頃かな私が、それとも You are my inspiration for なったわ私、17 years old me、 17歳の頃から好きでいてくれてるってことかな、ありがとう。でもやっぱりこうやって英語のコメントを読んでるとなんか読めるし、意味もなんとなくわかるんだけど、この for とか to だから looking forward to リノリエファンミーティングだったりとか you are my inspiration for の for とか、そういう前置詞の使い方がなんかこうどっちにかかってるかみたいなこととかがわからないから、それがちゃんと自分が勉強してきてたら分かったのかもしれないと思うとちょっと後悔するし、今から勉強してこうやってコメントでくださってる英語を理解できるように なりたいなってめっちゃ思います。勉強しようかな。なんか最近周りもなんかまた英語の勉強をし始めたお友達とかがいるから、やっぱり語学はね前置詞むずいんだよねあ、ななちゃんありがとう、ハートあげます。4月1日から新しいお仕事が決まったので応援してほしいです。おー、ファイティー、頑張って。もう4月1日ってもうすぐじゃないですか。今日は3月25、今日は5かな、だよね、あと5日、違う、あと6日、頑張って。でもきっと奈々ちゃんだけじゃなく今年の4月から新生活だったり新社会人だったり新しくなんか新しい生活が始まる人がいっぱいいると思うので、もうそんな皆さん全員頑張れ、応援してます、ファイティン。なんか私オフィシャルサイトの方で北原ラジオっていうのやってるんですけど、それでもなんか新社会人ですとかそういうメール届いてたので、新しい生活が待ってる皆さん頑張ってください、応援してます。私は4月から何か変わるかな、なんだろう、なんか変わるかな、私4月から何も変わんないと思う。あ、バノさんありがとうございます、 Love you I love you too Thank you、嬉しいね。今日のスパチは本当にめちゃくちゃグローバルでしたね嬉しいんだけど、とても嬉しい、 I'm glad glad to I'm happy
I'm happy ですね。あ、ブーちゃんありがとう、ハートあげます。はい、姫カットになる、そう4月の中旬くらいに、あの前髪重め姫カット TWICE ももになる予定なんで、それが私の4月からの変化です。でもそれが終わったら、それでしばらく過ごして、で今もうずっと言ってるけど黒髪ロングの気分なんですけど、これはずっとあのヘアドネーションするために伸ばしてきた髪だから、もうそろそろ30センチいくと思うので、もうそれ夏前には伐採ショートになる予定です。なんでそれも新境地かもしれない。すごい楽しみにしてます。それはもう何年も前からこのために伸ばしてきたからね。はい、なんで楽しみだね。ケピピオさんありがとう、日本からですみません、大好きです。全然日本へ嬉しいよ、ありがとう。嬉しいわ、嬉しいですよ、ありがとう。私はありがとうって言葉もすごい好きですからね、各国いろんなありがとうがあると思うんですけれども、ありがとうってすごいいい言葉だなって思ってます。ずっとありがとうって思って生きていましょう皆さん。というわけで今日はこの辺にしようかな。皆さんキングオブコントだっけ、もう気になってると思いますし、インスタのストーリーであの何時がいいですかみたいな感じで話したら、ちょっとみんなキングオブコントがあるんでみたいな感じでめちゃくちゃ言われちゃったから、きっとみんな気になってると思うから、キングオブコント見に行ってください。あ、ヨリンさんありがとう、大好きです from Tokyo、 ありがとう。金崎さん、 You are my sunshine on bad days, you are so cute、 ありがとう、 Thank you、 Thank you、 いいね、大好きです。なんかめっちゃめっちゃいい、めっちゃいい、ありがとう。てか私が誰かのサンシャインになれてるなんてすごい嬉しいです、ありがとう。私もやっぱりみんなのサンシャインでいられるように頑張るね。みんなキングオブコントを見てるんだね。私も前みたいにテレビつけてやればよかったな。でもあのタイムシフトで全録できてるんで見ます。やすくんありがとう、嬉しい、ハートあげます、ハート。じゃあ今日はこのハートをいっぱいあげたんで、スクショタイムはこのハートにしよう。このハートスクショでスクショしてください。丸丸い。丸。オッケー。さ、というわけで、あ、はじめましてだけどまたお邪魔させていただきます。ぜひまたお邪魔しに来てください。ファミも楽しみにしていてください。今来ました、だってごめん、もう終わっちゃうんだけど。後でアーカイブ見てね。いやー、皆さんありがとうございました、嬉しかった、楽しかった、ありがとう。今日本当に私一日休みで一歩も外に出てないから、雨だったからね、東京すごい寒くて、今日東京 is very cold だったんで、すっごい寒かったので外にはね一切出てないので、今日は本当この生配信のためだけにメイクしました。ありがとう、私の顔面もお疲れ様、
みんな一歩も出てない？どう？はい、今後は英語を混じってグローバルに思いを伝えていこうかなと思って。よし、じゃあみんな、またファンミーティングかインスタライブかこの YouTube 生配信でお会いしましょう。ありがとうございました。みんなお花見してね私もお花見の予定を来週入れたからお花見行ってきます。ありがとうございました。またね、バイバイ。バーイ、おやすみー。